そうですね、その辺ちょっと教えてください。まずあのシン・ゴジラのはるか前に、はい、白雪姫というあの釈由美子主演の映画で、はい、それがちょっとなんだろう、やっぱあのパラレルワールドのちょっとなんか古い近未来みたいな設定だったんで、うん、この駐車場の隣の駐車場で撮影したことがあって、でそこにこうなんか未来のなんかあの高速鉄道みたいな走らせたりとか、はい、あの伊藤英明さんと、はい、あの佐野史郎さんが2人で歩いて話をしているっていう場面をここで撮って、あの今ねかなり空気が綺麗になった、その頃まだ空気が悪くて、はい、午前中撮影してるだけで目がチカチカしてあ、そういうこと言っちゃいけないのか、大丈夫です。でも良くなったから良かった。今良くなった、はい、今はいいです、はい、非常にね、川崎とは、はい、川崎とね、深いね、あと川崎はね、あのほとんどめちゃめちゃにしたくせに、あの東京都という設定だったり、あのドイツという設定で川崎市の施設をお借りしたというですね、まあ、ウチンゴジラに出てくるドイツは川崎のそこにあるあの普通の研究施設なんで、そこになんかあの、はい、いろいろ、まあ、東京にいる外人の人をいっぱい連れてきたんですけど、その時分かんなかったんです。後で見たら、あのそこのドイツ人の科学者のおばさんが、はい、おばあさんなんですけど、うん、AG プラスって言うんですか、その脇の匂いが臭いみたいな、あ、はいはいはい、あのおばさんで、あの鼻の伸びるおばさんですか、いやーみたいな、あの人でテンションが全然違うんで分かんなかった多分気づく人ほとんどいないと思うんで、いやでも面白い、それを知った上でもう一回ね、ぜひあの11月12日に、ね、はい、テレビ朝日系列でやりますよね、ただで見れます、ね、いやでも